クールガールゾンビハンター。カードキーは1号館の中にあればいいのだけど。そうですか。私じゃ頼りになりませんよね。私たちはあなたの駒ではありませんのよ。マユヤに言わせればエナミーは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。自分は自分の決めたことをしなければ後悔するだけだ。姫路に頼らなくても私がカードキーを見つけてみせる。探索ミッションだ、始めるぞ。リロード。その程度か。終わりだ。リロード。リロード。一撃だ。リロード。リロード。リロード。私が相手になろう。もらうぞ。リロード。くっつくするぞ。リロード。シュート。もらうぞ。リロード。くっはれ。よし。リロード。もらうぞ。もらうぞ。リロード。
リロード。これで拠点は確保できたか。上条先輩、金崎さんを連れてきました。ああ、すまない。上条さん、ご報告があります。報告？私のミスで新しい敵が生まれてしまいましたわ。新しい敵？金崎さん？コピーゾンビか。ええ、私も上条先輩のゾンビもいるみたいです。それに私の劣化コピーの話から察するに、秋葉さんと姫路さんはコピーを作るためにさらわれたようです。その原因は全て地下で私がボタンを押したせいですわ。ずいぶん素直に認めるんだな。お前、本物か？冗談はおよしになって。ええ、認めます。私が身勝手でしたわ。自分と同じ姿をしたゾンビが目の前に現れてごらんなさい。あの嫌悪感を思い出せば自らの過ちを認めざるを得ませんわ。今もおぞましさが消えません。で、どうしますの？秋葉さんたちを助けに地下へ行きます？そうだな。あの、おびき出してはどうでしょう。金崎さんの話からすると、コピーたちは私たちオリジナルを倒して自分たちが取って代わろうとしてるんですよね。だったらこっちからの挑発に乗る気がするんです。もしこちらから地下に行って罠でも仕掛けられていたら。だから、うん、久保田の意見一理あるな。しかしどうやっておびき出す？私に考えがあります。あった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 背中が。武器か、ありがたい。ゾンビハンター。サユリン、サユリンってば、起きて。あれ、マユヤちゃん、あれ、私たちはどうなったの？ここ？まあ多分天国でも地獄でもないとは思うよ。気絶させられて連れてこられたんじゃないかな。
でも何のために、あのレンとかいうやつ、私たちに何の用があったんだろう。そうね、会った時に聞けば、生きてればまた会うこともあるでしょう。まあ会いたくないけど。それよりマヤヤの勘だけど、とりあえずここから脱出した方がいい気がする。うん、そうだね。きっとみんな心配してる。みんなかどうかはわかんないけど、まあ一人か二人は心配しててくれるだろうね。見張りはあんまり多くないね。でも戦ってる間に仲間を呼ばれたら。じゃあさ、気づかれないようにやっちゃえばよくない？え？そんなことできる？見張りゾンゾンの注意をそらせばいいんでしょ？だったらほら、あれ、あれ、あれだよ。マヤヤたちが身につけてて、ゾンゾンたちが大好きな。あ、そっか、わかった。マヤヤちゃん、準備できた？いつでも OK だよ。じゃあ、行くよ。あっちかな、こっちかな。まだまだ行くよ。もーらい。行くよ。まだまだ行くよ。今は大丈夫そう。スマホがあったらの。諦めない。えいや。
か行くよ。これでよ。ほーらい。まだまだ行くよ。これマヤやの。私の勘。勘か。じゃあ仕方ない。はあ。でもちょっとだけ休ませて。30秒でいいから。よっこい。ちょっと。マヤヤちゃん、勝手に機械に触ったりしたら。ごめんなさい。うわ、なんですか。マヤヤ、何かしました？うわぁ、ちょっと！もう、だから言ったじゃない。急いで。もう、本当に無理だよ。こっち、この通路、上に向かってる。うわぁ、出口でありますよ。マヤヤちゃん、何歳？私たちのコピーのゾンビの皆さん、今すぐ校庭まで来てください。私たちは逃げも隠れもしません。お待ちしています。この声、リサ？そうだよね。でも、なんか変なこと言ってなかった？うん、コピーがどうとか気になるな。よし、校庭に行ってみよう。もう動きたくないんだけど。もう動かないとエナミさんに独り占めしようとしたことバラすよ。サユリン、ちょ、それはずるいよ。それサユリンのキャラじゃないな。いつの間にそんな技覚えたんだよ。
グールガール。ゾンビハンター。私たちのコピーのゾンビの皆さん、今すぐ校庭まで来てください。私たちは逃げも隠れもしません。お待ちしています。じゃあ行きましょう。ああ、久保田さんって意外と大胆な計画を立てますのね。そちらから呼び出すとは恐れ入るわ。罠でしょ、罠なんでしょ、きっと罠なんだわ。キー、あれが私のコピー。本当に気持ちが悪いですね。私の気持ちが分かりまして。嘘、冗談はおやめになって。よっ、私またあったな。なんで自分で言うのは尺だけど、コピーなんでね。なるほど、何度でもペーストできるってことですわね。まったく厄介な金崎、この責任取る気はあるのか。ああ、もう分かりましたわよ。私が倒しますわよ。金崎先輩待って、その前に聞きたいことがあります。え、私たちの仲間秋葉さゆりと姫路マヤヤをどこに連れて行ったんですか。そんなこと分かりきってるでしょ。私のオリジナルったら疑ってるんだわ、疑り深いやつ。やはりチカか。どうして、なんでさゆりとマヤヤのコピーまで必要なの。さあね、レン様のお考えだ。私らも知らないよ。レン、それがお前たちのリーダーの中。おっと、まずかったか。いいんじゃないの、別に。知らないよ知らないよ、私は言ってないからね。ふん、まあいい、こっちにはこっちでいろいろとあるんだ。いろいろ予定も変わってきてね。あんたらを倒したいのは山々だけど、あんたらをレン様のところに連れていくことになっちまった。ついてきてくれるかい。はあ、そんなわけないでしょ。それよりもさゆりとマヤヤを返して。いやー、もうごちゃごちゃうるさいわ。ここはやっぱりやるしかないだろうな。敵ながらその意見には賛同しよう。ですわね、その方が話が早い。戦場で問答は無用、結果が全てですもの。あなたたちを倒して二人を取り戻す。もう逃げないから。行くぜ。
意識はある。その程度か。リロード。やってやってやってやるわよ。リロード。そこだ。その程度か。やってやるわよ。そこだ。やってやるわよ。リロード。まだまだですわ。逃がさないでよ。けど、やるしか。背に腹は変えられませんよ。今日も負けるとはな。屈辱だ。いいわよ、勝つまで蘇ってあげるから。私たちの妨害電磁波がある限りお前たちは逃げられないんだから。覚えてなさいよ、覚えてなさいよ。勝ったのはいいが、あまり気分は良くないな。ええ、それにまた戦わなくちゃいけないみたいですし。しかし一つ収穫あったな。収穫？妨害電磁波もゾンビが出していたものだということだ。はあ？そんなことが今さら分かったって何の役に立つって言うんですのよ。いや、そうでもない。はあ？そんなことより、さゆり、さゆりを助けに行かなきゃ。おーい、リサー。さゆり、エナミー。姫路。さゆり、さゆり、私、リサ、ごめんね、心配かけて。姫路、本当に姫路か。ちょっと、エナミー、こら、変なとこ触るな。あ、いや、すまない。万一、コピーだったらって思ってな。コピー？何ですか、それ。あのね、さゆり、実はね。事情は、拠点で話そう。あ、その拠点ですけど。大丈夫、上条先輩が新しい拠点を見つけてくれたから。さすがエナミ。エナミさん、ありがとうございます。いや、拠点は私たちにも必要だ。それより、アキハ、クボタを褒めてやってくれ。え？リサを？クボタはよく動いてくれた。その姿勢にはちょっと驚いたよ。いえ、私はただただ、さゆりを助けたくて、それで、必死で。さゆりんだっけ？え、ううん、そんなことないよ。マヤヤのことももちろん。しょうがないけどさ。リサにとって、さゆりんは特別だもん。そんなことは別に。リサ、ありがとう。ううん。私もたまにはさゆりのためにね。でもマヤヤたちみんなに迷惑かけちゃってたんだね。本当にごめんなさい。どうした姫路、本当に姫路なんだよね。エナミ、それどういう意味？あ、いや、姫路が人に頭を下げるとは。でも本当によかった、さゆりが、マヤヤが無事で。リサ、心配かけてごめんね。さて、それじゃあ拠点に戻って少し休もう。何なんですの？みんなして、私抜きで盛り上がっちゃって。ああ、私は運命の神の道化なのですね。ちょっと、あなたたち、私の命令を無視するなんて、お待ちなさいな。ねえ、
お待ちになって。置いていかない。